ちは、はじめまして。青いかがり火隠してる、あれは火祭り。とても歌いやすい、まあ、お月の歌って皆さん結構たくさん挑戦してくださるのが嬉しいんですが、今回もまたきっと歌いたいなと思っていただけるような雰囲気です。まずでもやっぱり女を歌う大月みやこの世界なんですけれども、あなたと巡ったあの思い出からスタートし、でも道ならぬ、戻れない道になってしまった、でも別れが来て、そしてこの後またきっと何かいいことがありそうなという、そんな締めくくりになってるんですけども、久しぶりに あちらこちらあなたと回った思い出の場所というのが出てきましたね。女の港であちこ日本全国の港をずっと辿ったんですけど、久しぶりにまた、場所が思い出の場所が出てくるという、日本の素敵な景色風景を思い出していただきながら女心を感じていただく、そんな世界になりました。女のかがり火と申します。そうですね、やっぱり女心ですので、まさにそのいわゆるその心をとても感じてもらえるような、でましてこの歌は歌い出しが女です、女なら女にはという、その女からスタートする歌い出しなんですね。だからその辺がちょっと女心を、表現してくださるのがちょっと難しいかなとも思うんですけれども、ぜひぜひその、まあ、今までの大月みやこの女を歌う世界というのを、このドラマから感じてもらって、いい女なら女には女ですという歌い出しを、ちょっと工夫していただけたらと思います。まあ、振り返るほどの長い歌い手の生活ではまだまだないと思いますが、でも志を立てて、まあ大月みやことしてスタートし、本当にゆっくり、恥ずかしいほどのゆっくりの歩みではございましたけれども、何か節目の、まあ、今年の後半に入って、まあ、50という数字を目指してね、歌い続けてこれたこと、これはもう一重に本当に全国の皆様の大月みやこいつも聞いてましたよという声をかけてくださるたくさんの皆さんのおかげと思っています。でいつもどこかで誰かがきっと聞いててくる、そう信じて今日まで歩んでまいりました。そして今本当にたくさんの皆さんに挑戦しても楽しいし、聞いても少し感動しますっていうふうに言っていただけることが本当に励みになりました。健康で、そして素敵な声ですねっていうふうに言われる、そんな大月みやこでこの後今年の後半も、懸命に歌っていきたいと思っています。新しい曲も発売になりましてね、今とっても胸がときめいています。素敵な春になりました。今年1年、またまた、どんな大月みやこを聴いていただけるか、ぜひぜひ、応援をお願いしたいと思います。ではですね、我らがキングレコードの歌仲間たちが勢ぞろいの、カレンダーなんですけども、これはですね、私は実は最後なんですが、12月に私が、皆さんに見ていただくようになってます。ここに私が今実はサインをちょっとさせていただいて、皆様にプレゼントしようかと思います。よろしいでしょうか。いきますね。戻る道ない恋でした。